こんばんは、小泉一馬です。私の制作パンフレットができました。長野市政を見える化しましょうというタイトルで作ってあります。長野市政、今建て替えの問題で市民会館、市庁舎についての住民投票が請求されているところですけれども、なぜここまで来てしまったんでしょうか。やはり、長野市の市政が住民にとって見えていない、そういう思いがあるからここまで来てしまったんじゃないかと思います。私の本も今手に持っているこの本ですけれども、長野県庁の不都合な真実では情報公開の必要性を一番初めに訴えています。長野市政を見える化しましょう。小泉一馬でした。よろしくお願いいたします。